の相手は人中の力じゃ。まずは吉報、戦も博打も相手は大きい方がいい。じゃがお主は力を打てん。わしが先に射抜いてしまうからな。高校やと思うておったが、大した戦好きよ。竜が主張するはオロチが天のみ。オロチ復活を阻止せんとする左近と政宗が道を同じくできるはずもなかった。方向転換を迫られていた左近に呂布と清盛が手を組み、孫悟の将が守る領州を襲っているとの知らせが届く。呂布、董卓、妲己、政宗、清盛、オロチ復活を起とする陣営もまた勢力を超えた大同盟を築きつつあった。左近は先の戦で仲間になった芝居と老練なる二将に孫悟の救援を依頼、自らの策の命運を彼らに託した。両夫の猛攻によって領主は不全の灯火、残された孫悟の将が哀れよ。孫悟本体との連絡も取れていない様子、四面楚歌。戦はこうでなくてはな。まあこの難局も私の血と両名の武があれば切り抜けられよう。策の一手として使われるのは不快だが、左近の期待には応えてやらねばな。なんだ、もう終わりか。弱すぎて面白くもねえ。こうなりゃとっとと片付けちまいな。ハサミ打ちだ。水も漏らさぬ法律、我が希望の前には無理に。両門を救い、孫悟の足を作ってやるとしよう。遠慮はいらぬぞ。いざ。ここは引かねばなるまい。敵将きれいにしてあげたよ。よくやってくれた。みんな喜べ、援軍だ。諦めるのは早いぞ。この上、まだぶつけられたんじゃ持たねえぜ。この状況に申し訳ない。直ちに王立を止めよう。突破されたか。こうなれば頼みは己の武一つ。すぐさま前線の敵は一掃しろ。この恨み忘れぬ。
将、討ち取ったわ。その武勇、我が知略で応えましょう。気持ちの良い戦をする御仁よ。その分、我が知略を果たす。奇襲突破は鬼島津がお箱、まずはご老勢を。やる気じゃねえか。俺も負けてられねえぞ。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、討ち取ったわ。その武勇、我が知略で応えましょう。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、討ち取ったわ。世界で気持ちの良い戦をする御仁よ。挟む位置だ、挟む位置だ。さあどこからでもかかってこい。挟む位置だ、挟む位置だ。魔王カズ攻め立てよ。挟む位置だ、挟む位置だ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 。魔王カズ攻め立てよ。挟む位置だ。次は負けない。敵将、綺麗に切ったことは人斬りの剣利用させてもらおう。私と手合わせ願おう。止められぬ。敵将、きれいに切ってあげたよ。よくやってくれた。面白くなってきたな。俺も手出してみるか。
麗にしてあげたわ。さけていた。かわいそうな人だ。切ってあげる。死んだりしたぜ。退散。敵将、綺麗に切ってあげたよ。利用させてもらおう。よかろう。敵将、綺麗に切ってあげたよ。よくやってくれた。俺に任せて。待ちきれんわ。切り足りない。手柄を立てるのじゃ。報告、遠征は無事に戦場より離脱しました。よくやった。あとは援軍到着を待つのみだ。我が力存分に味わうがいい。先生あがくない。敵将、綺麗に切ってあげたよ。人斬りの剣、利用させてもらおう。あがくがいい。敵将、綺麗に切ってあげたよ。よくやってくれた。おお、援軍か。これで戦力は揃った。残り陣中の騎士、ここに当たろうぞ。遠慮はやるぞ。いざ。足が相手では不足だ。調子に乗るな。わしらから相手ではないわ。敵将、綺麗に切ってあげたよ。わしの番じゃ。どこにもならぬ。敵将、綺麗に切ってあげたよ。よくやってくれた。魔王数攻め立てよ。今日の後先ではない。起きそう起きそう。両夫殿、待たせたな。我が部、わしはうがいい。お望みなのは、ハサミでご覧に。前が死ぬ。おかしい。もう悲しむことはない。俺に任せる。僕は綺麗に切ってあげる。負けられん。死ぬ。死ぬ。敵将、綺麗に切ってあげたよ。利用させてもらおう。はい、もうあるのか。敵将、討ち取ったり。敵将、討ち取ったり。敵将、討ち取ったり。やりおる、見事だ。我らも手柄を立てるのじゃ。あんたらが来てくれて助かったよ。危うくおっさんと心中するとこだった。救われた命、貴殿らのために使いたい。これは孫悟の本体の意志でもある。孫悟は今より貴殿らと協力し、清盛、呂布と対抗する。おお、孫悟も協力してくださるのか。左近殿の思い描いた通りになった。呉との連携、取れたそうじゃな。ええ、ようやく最後の一手です。画寮転生、早いとこ目をかかないと。
何をせいておる。オロチが気になるか。ダッキを逃がしてから随分経つんでね。清盛の動きも気になりますし。皆を結ぶことが無駄にならなきゃいいんですがね。